どうも、北山水泳です。はい。一点ニュースが舞い込んでまいりました。以前、僕の動画の方でですね、パリオリンピック選考会では、フリー、自由形以外の50メートル種目、バッターバックブレーがなくなりましたよって話しました。これは公式に出ておりまして、公式の水泳連盟のホームページで、50メートル種目はバタフライ、背泳ぎ、平泳ぎはなくなりましたってやってたんですけども、昨日ですね、またもや日本水泳連盟のホームページが更新されまして、やっぱり50メートル種目バッタバックブレはやりますよっていうことを発表されました。はい。これすごいよね。話こんなグワングワンって2点3点を公式で発表するかねって感じですけども、はい、今回はそれが発表されました。なので今回は50メートルバタフライ背泳ぎ平泳ぎはあります。結局あります。はい。なんですけども、こういう風にね、結構水泳連盟が公式でね出してしまってるんで、公式でやらへんって言って、で最終的にまたやるって言ってるんで、この短い間ね、結構選手は困惑したと思います。非常に。特に50メートルのもう切ってて制限タイムを、でも出ないってなったから、あ、じゃあもう練習100メートルに向けてとか違う種目に向けてやっていかなって練習切り替えた人もおるし、もっと言えば多分もう飛行機取ってたみたいな、飛行機をパリオリンピック選考会に向けて50メートルの種目切ってるから取ってました、で今回なしってなったんでキャンセルしましたってなったら、もう一回取らなあかんから、結構そういう人にとってはちょっと水泳連盟に対する不満感が出たのかなというふうに思ってますけども、まあそんなことになるんだったら初めから、うん、結構ね、あの、なんていうかな、キャンセルになってから50メートル種目やらへんってなってからやっぱりやるってなるまでのスパンが結構短かったんで、まあどうなんかな、まあそんなに短いスパンで変わるんだったら、初めからちゃんと水泳連盟側で話もんどいて出せよと思うし、それかもしかしたら選手からの不満というか、選手からの不満の声が出たからやっぱりやるってなったかもしれませんが、その辺は確かではありません。ただ今回パリオリンピック選考会は50メートル種目もありますので、皆様、はい、間違えないようにしてください。では今回以上。